ウィートランドは、アメリカ合衆国アイオミング州プラット郡の町、同郡の郡庁所在地。2000年現在の国勢調査では3548人が住んでいる。アメリカ合衆国統計局によると、この町は総面積11.0平方キロメートルである。そのうち陸地が全域を占めており、水面積はない。2000年現在の国勢調査で、 この町には3548人、1539世帯及び980家族が暮らしている。人口密度は323.1平方キロメートルで、160.6平方キロメートルの平均的な密度に1764件の住居が立っている。町内の人種構成は白人ーセント、アフリカン・アメリカンセント。 先住民0.68%、アジア系0.34%、その他の人種1.89%、及び根血0.79%で人口の6.54%がヒスパニック、またはラテン系である。1539世帯のうち27.0%は18歳未満の子供と暮らしており、52.7%は夫婦で生活している。 7.9%は未婚の女性が接待種であり、36.3%は家族以外の住人と同居している。32.2%は独身の居住者が住んでおり、16.8%は65歳以上で独居である。1世帯あたりの平均人数は2.24人であり、家庭の場合は2.83人である。 町内の住民は22.8%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.2%、25歳以上44歳以下が22.7%、45歳以上64歳以下が26.5%、および65歳以上が20.8%にわたっている。中央値年齢は43歳である。 女性100人ごとに対して男性は89.5人で、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は88.8人いる。この町の世帯ごとの平均的な収入は35,208ベイドルであり、家族ごとでは42,623ベイドルである。男性の34,940ベイドルに対して、女性は21,185ベイドルの平均的な収入がある。 この町の一人当たりの収入は19,069ベイドルである。人口の8.9%及び家族の6.9%の収入は貧困線以下である。18歳未満の9.9%及び65歳以上の8.6%は貧困線以下の生活を送っている。ビートランドには毎週発行のプラット群、レコードタイムズがあり、それが 軍唯一の公式新聞となっている。レコードタイムズは、プラット軍全域のニュースをカバーしており、2008年7月現在で、およそ1100人の契約者がいる。また、非公式の新聞としては、ウィータービルニュースがあり、同軍のグレンドとガンジーからも、オンライン出版しており、全域をカバーしている。アメリカが衆国統計局、2008年10月18日閲覧。 アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー、http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。